大阪メトロ谷松線の乗り換え駅で回る京阪天満橋駅であります。その京阪天満橋駅の方の中央の方にはこのようにですね、京阪モールの入り口があってですね、このようにゲートが光っている様子が伺えますけれどもね。その先に進んでくると交差点があってスターバックスコーヒーがあります。そこから出てくると天満橋の交差点ということなんですけれどもね、ちょうど信号が変わったところになります。天満橋の交差点をギリギリ青で渡ってまずは谷松寺を登っていく形で進んできます。いわゆる北から南へと進んでくるということですね。こちらの信号で反対方向へとやってきました。そうすると左手の方に大阪第二法務合同庁舎、大阪法務局、近畿港湾調査局などが入っている7階建ての建物が見えます。そしてこちらはですね、大阪市谷町駐車場のがですね、地下にあるところなんですね。ということでこうやってですね、入り口の方が何か所かあります。少し谷松寺を歩いてきたんですが、ここで左の方へと曲がります。まあ、近くに法務局がですね、あるということで、このようにですね、司法書士関係のですね、事務所が多く立ち並ぶところを歩いてくることになります。今は谷町2丁目付近を歩いているんですが、ちょうど大阪府職員会館が見えてきました。その奥の方に大阪府庁の大手前本庁舎が見えます。で、ここから左の方へと曲がってくると大きな電波塔が飛び立っているんですが、大阪合同庁舎の1、3号館方面へと行くことができます。そこから右の方へと曲がって、まあ、再び南下する形にはなるんですが、そうすると大阪府庁の別館が見えてくることになります。さらにここで左の方へと曲がり、ここから大手前の方へと入ってきますが、右斜めに目を向けると大阪国際がんセンターが見えてきました。そして左手に大阪府高官の建物が見えてきて、大阪府庁大手前本庁舎が多くなってきます。改めてにはなりますが、こちらが大阪府庁の大手前本庁舎であります。本館の方はですね、裏側なんですけれども、今はですね、その裏側を歩いているということなんですね。その大手前本庁舎内にはりそな銀行が入っています。そして右手の方に目を向けると入札契約センターがあります。その入札契約センターは分館の6号館ということにもなるんですね。そしてその先に目を向けると大阪府警察本部の建物が右手に見えてきます。そして府庁前の交差点に差し掛かります。さらに左斜めに目を向けると少しではありますが大阪城も見えるんですね。府庁南の交差点へと来ました。そしてここから上バス筋の方へと合流するという形なんですが、一旦ここで左の方へと曲がります。こちらが大阪府庁の大手前本庁舎の正面ということになるんですが、そちらに大手前、大阪城大手前のバス停があります。まもなく府庁前の押しボタン式のですね、交差点に来るんですけれども、この大阪府庁前、毎年大阪マラソンのスタート地点になっていてですね、ここの地点からですね、大阪市内をですね、ぐるりと回ってくるコースで争われているんですけれども、まあ、2022年からこれまで琵琶湖で行われていた琵琶湖毎日マラソンと合流する形で、統合する形で、いわゆるオリンピックの選考レース、いわゆる世界陸上の代表選考レースとして生まれ変わることになったんですね。まもなくすると62号系統の大阪駅前行きがやってくるんですが、ちょうどこちらが大手前高校になります。その大手前高校、そして大阪府庁のちょうど間にあるんですけれども、その大阪城三の丸跡のですね、このような発掘された調査などですね、見つかったものが紹介されているんですね。そして大阪府庁の大手前本庁舎の方へと戻ってきたんですけれども、左手の方にはですね、2代目大阪府庁江の小島政府の遺構と円形ドームの基礎石の方が展示されてあります。
そして北側右手の方にもですね、このようなものがですね、置かれてあるんですけれども、こちらが赤レンガの暖炉なんですね。そして大阪府庁大手前本庁舎の正面から真正面に向けると大阪城を見ることができます。府庁南の交差点へと戻ってきたんですが、そこから信号を渡ってくると大阪城公園ということができます。で、今回は大阪城公園は行かずに上松寺の方を南へ進んでいくことにします。そして大阪府警察本部を右に見ながら上松寺の方を引き続き南下してくることになりますが、万馬城の手前のところで緩やかに右へと曲がってきます。まもなく万馬城の交差点へと差し掛かるところですが、そこから信号を曲がってくると大阪城公園の万馬城方面の入り口があります。そして右手に目を向けると、左手大阪歴史博物館、そして右手が NHK 大阪放送局の建物になっていて、その中の4階に NHK 大阪ホールがあります。大阪府警察本部を右に見ながら進んで右へと曲がってくると、本町通りの方へと入っていくことになり、本町方面と行くことになるんですね。2025年に大阪で関西で万博が行われる予定なんですけれども、その大阪歴史博物館のですね、1階の南東側の方には1970年の大阪万博で開かれた際に埋められたタイムカプセルの一つが展示されているんですね。そしてそこを抜けてくると、谷町4丁目駅周辺のですね、大きな広場が目に映ってくることになります。いわゆる大阪歴史博物館前の広場というところなんですね。今回はこの地点でフィニッシュにしたいというふうに思うんですが、ちょうど南側に目を向けると阪神高速13号東大阪線がかかっていて、ここからですね、下ってきている様子が伺えるんですけれどもね。そしてその下を中央大通りが通っています。そしてですね、このようなですね、建物が目に映ってくるわけなんですが、その右手の方にですね、このようなパネルがあります。応援坂建物群というところですね。5世紀の大型建物群がですね、保存されているところなんですね。そして周辺にはこうやってですね、休憩場所の方があって、そしてこのように石造りのベンチの方が多数置かれているというところなんですね。そしてその先を進んでくると、大阪メトロ中央線の最寄りとなる谷町4丁目駅ということになります。ではですね、今回はこの NHK 大阪放送局と大阪歴史博物館の建物をご覧いただきながら、今回京阪天満橋駅の方から大阪城大手前を通ってこちらまでやってきたわけですが、時間にして27分20秒、距離にして 1.95 キロ、2548歩の189キロカロリーというところで、まあ、合同庁舎の方がですね、まあ、天満橋の方に周辺密集していてですね、そして大阪府庁大阪国際がんセンターとですね、まあ、いわゆる大阪府の中心拠点がですね、そして国土交通関係の中心拠点が立ち並んでいるところ、そしてこうやってですね、NHK 大阪放送局と大阪歴史博物館があってですね、まさに触れ合いと歴史を感じる場所というところなんですね。そしてこの南側の正面がですね、これだけ広くてですね、そしてこうやって待合場所の方もたくさんあって、本当にですね、市民のオアシスという感じを伺わせますよね。そしてその万馬城を越えてくると大阪城公園もあるというところで、憩いの、そして文化、そして歴史を感じる場所という印象がありますよね。今回は京阪天満橋駅から大阪城大手前バス停を経由して NHK 大阪放送局大阪歴史博物館前までを歩いてきました。